はい、緊急速報です、豊さん。まあそうでもな、落ち着けよお前。豊さん、はい、いいですか、はい、たった今入ってきたニュースなんですけれども、はい、阪神の江越選手、そして斉藤幸也投手と、はい、日本ハムの渡辺亮選手と岡浜選手が交換トレードということで、あ、今入ってきました。いや俺びっくりするのは、はい、なめるよ、はい、出した、日本ハム出しました。これはあれだな、はい、阪神セカンド埋めたな。いや、セカンド埋めたっていうよりもやっぱり右バッターが欲しいと思うんだよ、岡田さんは、はい、だからそこだったと思うよ、1点は。あ、なるほど。で、高浜も右でしょ、はい、で、これ平の今年ダメだったけど、うん、昨年、はい、平の記録かなんかを止めたのも高浜だったと思うんだよ、はい、だバッティングはこう右バッターで使えるよね、この2人は。しかも内野手、まあ内野手だね。で、高浜も、まあ、ファーストかな、はい、まあ、できたりとかもするし、外野もできると思うけどな。あ、そうなんですね、うん、これ渡辺亮選手が入ってくる、出したな、これお前、ちょっと待ってよ、はい、江越と、はい、斉藤幸也、斉藤幸也、はい、これはね、あれじゃないの、新庄が岡田さんに頼まれて、はい、もうしょうがないです出しますよって阪神の吉見で出したような、これはに、これは阪神得だよ。あ、これは阪神が得する。いや、それはまあちょっと失礼な言い方かもわかんないけど、はい、やっぱり鍋量出すとは思ってなかったから、俺は、はい、鍋量はどこでも欲しいと思うような選手だったんだ。言ってましたもんね。言ってた。やっぱセカンドもできるし、はい、ただ、うん、守備はさほどうまくはないよ。ただ ね、 ただね、バッティングはいい。おお、これ勝負強いし、はい、知ってるか、ニックネーム何ですか。速球破壊王だよ。キャガよ、速い球にはバリ強いから。これは大きいですね。いや、大きい。で、高浜も、はい、今年あまり使われなくてダメだったけども、はい、いや、そこそこいいからね、バッティングは、うんうん、そうですよね。高浜選手、まあ、今季は7試合で1安打だったんですけれども、昨年1塁で107試合、そうよ、はい、出ています。そうだろ、はい、まあまあ、だからこの2人っていうのは戦力として使えるな、はい、そうですね。で、これ、渡辺選手が、セカンドということは、ああ、ショート中野選手でこのコンビで行くっていうふうに考えているか。可能性はあるよね。で、まあ、浜風、はい、まあ、右バッター、はい、これ下手したらクリーンアップも打てる選手だからね、ナビレオは。あ、そうなんです、3、4、5、5、まあでも勝負強さから言うと、はい、6ぐらいとか置いてもいいよ。だって大山と、はい、佐藤輝はクリーンアップから外さないって言ってるでしょ、はい、一応ね、今のところはね、はい、で、その中に助っ人、まあ、助っ人が入れれば一番理想なんだけど、その下にナビレオを置くと、はい、ナメルはやっぱ勝負強いし、いいと思うよ。いや、このトレードって岡田さんですよね、きっと要望したのは。岡田さんが新庄を脅したかも。ちょうだいって。いや、まあまあまあ、ちょうだいって言ったんだろうけども、ただね、はい、その日本ハムの方は、はい、やっぱ中継ぎ陣に苦労してるわけよ。うん、ね、で、抑えっていうのが特に苦労してて、うん、伊藤大海をクローザーにしようかっていうぐらい、はい、ちょっとクローザーにちょっとこう悩みがあってね、うん、まあ、斉藤っていうのはすごく球も速いしね、最速160キロそうでしょ、はい、だからそこら辺で穴を埋めたいっていうことが一つ思惑としてあったということと、はい、やっぱこう江越、はい、江越はやっぱこう守備範囲が、足がやっぱとにかくこう速い、イノシシみたいな感じ。いや、本当にもうイノシシのように、イノシシか、イノシシ、塩見がなんか休み時間にイノシシを追っかけてたみたいな、はい、まあ、そんな感じのエピソードがあるんだけど、あ、塩見はね、はい、それに劣らない、江越は。あ、あの、走攻守揃ってるんですか。攻は揃ってない。揃ってないんですか。守はまあまあかな。だ、そう、いや、だけどあの能力っていうのは高く評価する人はたくさんいるよ。あ、ただやっぱり打てるか打てないかっていうと、はい、打てない。あ、ここ3、でもここを、はい、その新庄が変えるかもわかんない、うん、発想、はい、ね、だ、発想を変えたら、あれ、ちょっとネジが閉まったぞみたいな感じになるかもわからないし、うん、スイッチ入っちゃうかもわからない、うん、それはわかんないけど、はい、だけどやっぱこう能力的にはものすごく高いものがあるよね。お、じゃあ日本ハムも
もちろん、じゃあ江越選手が欲しいですよ、ね、だからその一見名前を聞くと、はい、その阪神が得したような感じがするかもわかんないけど、はい、トレードっていうのはないものを埋めていくのがトレードだし、だからそこの思惑が一致、お互いがしたから成立しただけの話でさ、うん、だから俺は阪神はいいと思うよ、はい、ただその日本ハムのはまだ未知数、うん、まだわからない、うん、本当にはまっていくのかっていうのがね、そうですね、分からないけど、はい、はめるにはいい選手たち、新庄監督が今年はふるいにかける1年だって言ってたじゃないですか、はいはい、そのふるいにかける中での江越選手を取ったということはどこで使いたいんですか、江越、はい、いやだから守備固めでもいいし、守備固め、ダイソーでも、ただやっぱり能力を高く評価すると、うん、していれば、はい、チャンスを与えていくよね、あチャンスを与えると思うし、だからそのチャンスを与えられた江越がどうするかということだよね、そうですよね、ただナベルはやっぱもうセカンドとしてレギュラーとして、はい、俺はおそらく考えると思う、考えてると思う、はい、で高浜は代打なのか、うん、それともチャンスを与えるのか、はい、高浜も俺いい選手だと思ってるから、うん、勝負強いしね、はい、うん、これもう早速皆さんのそのこの記事のコメントがすごくてですね、うん、目が飛び出そうになるくらい驚きのトレードですとか、うん、これは驚き、トレード早すぎるとか、いやいい、驚いてます皆さん、あとドラフト直前での補強は珍しいですねっていうものであったりとか、うん、久しぶりに驚いたトレードだな、日本ファンファンです、そうきたかという印象ですあとどうきたんだよ、いやナベルをね、はい、今年あんまり使われる機会もなくてね、はい、まあいろいろこうウップも溜まってただろうけども、はい、まあ、阪神行ったら確実にセカンドポジション取れるから、うん、そうですよね、あ頑張ってほしいと思うしね、あとは江越選手はもしかしたら12月の現役ドラフトなのかなと勝手に思っていましたっていう方もいらっしゃるし、まあね、いや皆さんだ、日本ハムから現役ドラフトで出されないようにしようかな、江越もう行ったり来たり、え俺かみたいなならないように、まあ、それは絶対ないと思うけど、はい、まあだけどこれはやっぱこういいトレードであってほしいし、そうですね、あやっぱお母さんやるな、いや来てすぐですかね、新庄もやるな、いやこれすごいですよ、いやちょっとびっくり、いやまあ鍋量出せる監督ってやっぱこう、うん、新庄しかいないと思うよ、やっぱりそれ新庄監督だから出せたんですね、それとお母さんもその鍋量くれみたいな言えるのはやっぱ新庄相手だから言えたのかもわからないし、だからその岡田監督が記者会見でもやっぱ右の打者が欲しいって、いや絶対そうだって、そこだって、ね、そこはやっぱ取りに行かないと、でもそこを取りに行けたっていう、やっぱお母さんもよく見てるな、鍋量は俺はもう高く評価してたし、はい、これ出せるんだったらどこでも取りたいよね、だから他球団もちょっとびっくりしてるかもしれない、やられたと思ってると思う、うん、出すんかいと思ってると思うよ、そうですよ、いやそれだったらもっといい選手やったのにみたいな、あ可能性もあるよね、やられたみたいな、ありますよね、だから中日動きゃよかったからそうですよ、内野手で、いや本当だよ、いや中日動く、やっぱねそういう動きこうアンテナ張っとかないとな、もう先手先手いっていかないと、ナベリオは、いや、まあ、ナベリオ大好きなんだよ俺、そうですよね、だからいや挨拶来るかなそうですよね、まあいいんだけどさ、挨拶来なくてもいいんだけども、はい、まあいいトレードであってほしいし、はい、まあまあでもこういう活性化というか、うん、新陳代謝をね、はい、どんどんやっていってチームを強くしたりだとか、うん、まあ、それによって選手が生きていく、はい、それはすごくいいことだよね、そうですね、はい、まあ、新天地で頑張ってください、さあそして、はい、ムクノキ選手の動画も、はい、もうねその前に上げているのでアップしているので、そうだよね、もうどんどん上げてるんだよね、どんどん追いついてこいよみたいな、みんなが追いついてきてくれよみたいな、いやいや違う速報があったら上げたいしな、そうなんですよ、トレンドがパーンとなったら即上げたいですよ、本当だったら小林がホームランを打ったフリーバッティングで、はい、そんなくだらない動画もくだらなくないか、いやいや、そんなね、フリーバッティングでね、ね、ホームランが出ましたって、うん、
プロだぞ、なめんなよってフリーバッティングでホームランぐらい打つわみたいな その動画も撮りたかったんだけど、はい、もうどんどん速報とかいろいろ出てくるからさ、そうなんですよ。だからまあまあとにかくね、この動画を見られた方は、その前のムクノキはクビになったっていう動画があるんで、そうなんですよ、ね、明らかになってますね、審査が、はい、でこの後も明日からも、はい、もう1日1本だけじゃなく、まあ、バンバン上げていくから上げていくので、ええ、もう皆さんね追いついてきてください、はい、ぜひ、ね、よろしく。